い、こんにちは、ソーチャンネルのソーパパです。おっちゃん、お、危ないよ危ないよ、そこ。うわ、ここここ綺麗な水ですね。今日はなんでこんなとこ来たかというと、タガメを探しにやってきました。はい、今浅いとこ。どっかおるよ、探したら。ザリガニとかおるかな。うかまりじゃん。ちょっと待って、ちょっと待って。オタマジャクシかな、あれ。オタマジャクシがいる。オタマジャクシすごいな。草でね、ボーボーでちょっとゆっくりかき分けながらちょっと見ていこうか。おー、オタマジャクシがおるわ。あ、結構オタマジャクシが多いね。タガメがいればいいけど、ちょっと探していきたいと思います。はい、タガメもおるから。タイコウチ？わからんな。確認できるのはオタマジャクシと、はい、うん、割ったここ。あ、これなんだ、これなんか反対向いて泳ぐやつ。マツモムシか。マツモムシも取って。マツモムシ取ってみようか。これ早いかも。あ、おらんくなっちゃった。おるおる、よし取れた。めっちゃジャンプしとる。こっち来て、サイドこっちよ。これなんだろう、マツモムシ。よしよし、ちょっと戻るわ。はい、タガメ。これこれタガメじゃない、そうちゃん。ほら、違うかな。わからん。タガメっぽいにしてはちっちゃくない。いや、赤ちゃんなんじゃないの。そっか。これタガメじゃない。タガメだわ、これタガメだわ。いきなりいました。はい、これわからん。じゃあ、いるとしたいよね。おー、ちょっともう一回ガサガサしてみよう。よし、横向けもいけんな。いや、いきなりいたよ。ここでいたよ、ここで。ここガサガサ。あ、こういうとこいるんだ、穴みたいな。いいんだね。そう、マジで。うわ、やべ、入らんわ。ちょっとやばい、曲がった。グッと。まさかのラッキータガメ。絶滅危惧種だから、あんまり持ち帰ったりはしん方がいいかな。ヤゴもおる。やっぱね、こういう奥曲がっちゃうな。曲がっちゃう。曲がっちゃう。あの、すごいから、網が。それタガメっぽいよね。マジで、やばくね？いきなりタガメやばくない？手がふわふわしてない？そう。いや、それ絶対ゲンゴロウではない。赤ちゃんかもしれん、タガメの赤ちゃん。まあ、ゲンゴロウだよね。こういうとこじゃ取れんもん。うわうわうわ、デラ深い。やばい、デラ深い。あ、ヤゴがタガメ、タガメがヤゴ食っとる。マジ？この奥良さそうだな。
この奥。いや実物で確認したいんだけどな。実物っていうか目視で確認できればいいんだけど、なかなか難しいですよね。こうやって見た時にいれば、ぽいよね。でかいのおらんかな。どうした。ちょっとガサガサしたいな。ちょっとやってみます。イモリかな、あれ赤原イモリ。あら映らんかな。これじゃないんだ。あった。おったけど向こう行っちゃったな。あらどこ行っちゃったな。あらちょっと待ってよ。小原井森ちゃん。あらちょっと逃がしちゃったかな。めちゃめちゃ水は綺麗ですね。あ、カエルか。カエルちゃん。カエル、オタマジャクシとカエルの中間。マジ？どっかいない？どっかいないかな。ゲンゴロウじゃないかな、これ。じゃあ戻ってきて。ゲンゴロウっぽい。ちょっと戻ろうか。はい、ケースに入れよっか、一回。どれこれ。はい、入れて。あの、これ黒いやつ。それゲンゴロウっぽいで。おーら、入った。おらおら、これゲンゴロウじゃない？ほら。ゲンゴロウだわ。ねえ。ね、こいつも矢を食べてない？いや、なんか掴むんだよね、そうやって。肉食だからね。子供かな、タガメの。もしかして。子供でこんなことする？うん。魚食べたりする。いや、やばい。うん。やっぱり。よし、じゃあ。ガイライス？もうちょっとやってみようか。もう一回さっきタガメらしきもの植えた場所。あ、今度土壌が出る。土壌とタニシ。あれ、タニシがどっか行っちゃった。あら、いないね。タガメは入ってないな。ちょっと来て。じゃあはい、これ入れてきて。はい。ちょ、パパ。うん。いないね。はい。じゃあちょっとここ。入らんわ。これ。ん？った？ん？これ何？これ。そうちゃん、撮っとる今ビデオ。それ何？ちょっと見して。これ何これ？変わったでしょ。
なんかマツモムシの赤ちゃんみたいな。あ、マツモムシだ。入れたら裏返しになった。で、これがさっき取れたタガメっぽいやつ。これタガメでしょ、これ。はい、これ。頭ジャクシ。ほら、子供じゃない？ねえ、あ、潜ってっちゃった。凶暴で。あら、あ、おるね。うん。なんか汚れがすごいのね。うん、ここ温度上がるからちょっと後で水返します。もうちょっとやってみようかな。なんかちっちゃい。どう？これ。ちっちゃ。ゲンゴロウじゃない？ほら。本当だ。ゲンゴロウちゃん、かわいい。取れました。はい。よし、入れよう。このまま松本虫でかくない？ああ。こいつもだ。暑い。猛暑です。え、これね、タガメがヤゴ。動いた。タガメ。タガメ映した。映した。ヤゴが。ヤゴがほら。ああ、これ、うん。ほら、タガメでしょこれ。赤ちゃん。うん。ヤゴ食っとるわ。うん。あとはね、なんかおったかな。なんか取れた。いないかな。いないな。枝入れといたらいい、こういうやつ。捕まる。こいつだ。うん。はい、今日のガサガサ。タガメ採集。うわぁ。うん、こんな感じでした。はい。タガメ一匹しか。うん、一匹。あ、二匹か。赤ちゃん。成虫が見れなかったね。これ絶対赤ちゃんでしょ、うん、多分、うん、赤ちゃんだと思われる個体とマツモムシ、ゲンゴロウちゃん、あ、そっか、うん、ゲンゴロウちゃんとマツモムシとマツモムシとタマジャクシ、タマジャクシ、あと一個ね、これこれこれ、このちっちゃいやつ、これ、あ、どこ行った、これこれ、うん、これもさ、赤ちゃんじゃないのかな、タガメのね、これもしかしたら、うん、これこれこれ、うん、赤ちゃんっぽい。めちゃめちゃちっちゃいけどね。めちゃめちゃちっちゃい。うん。っていうことは2匹ってことかな。これ入れたら、うん。こんなちっちゃいのかっていう話なんですけどね。赤ちゃんがね、まず。で、わからんけど、あとヤゴ。形がタガメだもんね。だよね。だって足が。と、ヤゴ。ヤゴ。あ、ヤゴ。タガメの。ヤゴもちょっとおったね。うん。1匹だけ。暑い、もう40度ぐらいある今日、うん、ね、体感40度ぐらいです、もうベタベタ、そうちゃんも汗ベタベタ、ね、はい、ということでタガメ取れました、はい、2匹も取れました、はい、でも大きいのが見られなかったね、これね、ほら、しかもさ、ヤゴがくっついちゃってるわ、うん、あ、いいよいいよ、うん、捕まってんだよ、はい、ヤゴも死んだ、死んじゃった、ヤゴ死んじゃったかな、あら、じゃあ今日は全部リリースしようか、あ、ね、うん、また来ようね、は、秋ぐらいに生態見たいから、いや、秋なの、タガメって、秋になったら多分子供を産むんじゃないかな、9月ぐらいにまた来ようか、9月か10月に、はい、ということで、はい、終わりたいと思います、はい、ご視聴ありがとうございました、どこタガメじゃない。